はい、どうも、ヒラレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけど、以前から、リーク情報などでは、すでにお伝えしてたんですけども、とうとうスニーカーズの方が来てましたね。シューシーとナイキエアハラシの方が来てると。これちょっと興奮しましたね。はい。はい、ということで、そのあたりをね、今日ちょっとやっていきたいなというのとですね、あと、以前ね、これもお伝えはしてるんですけど、カーペットカンパニーと、そうですね。ナイキ SB ダンクハイですね、こちらのコラボ、続報出てきてます。これね、今月出るかもしれないですね。はい、あ、そうなんですか、はい、それちょっと面白いですね。そうなんですよ。はい、アパレルもあるかもしれないという話なんですか、ね、あ、そうですね。はい。そのあたりもね、ちょっとやっていきたいな、というところですね。はい、あと、エアズームコンフォートなんですけども、これも新しい新色ですね。話が出てきてるというところなんですよね。はい。はい、あと、あれですよね、トロフィールームもあるんですよね。今晩ね、チャレンジしようかなということでね、はい。はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、早速なんですけど、嬉しいですね、これね。嬉しいですね、リークが当たったというか、はい。はい、18日発売で来るんじゃないかと、そうですね。いう話をしてたんですけども、スニーカーズの方にね、来てましたね。今日出てきてたということで、はい、ナイキエアハラチと、スーシーのコラボ、はい、それと、上下の、はい、スウェットですかね。そうですね、はい、スウェット、まあ、トレーナーといいますか、はい、あと、まあ、パンツ上下の方が着てるんですけど、はい、エアハラチに関しては以前にも話したんですけど、まあ、僕らこれあくまで予想でお話した話なんですけど、うん、ダークオリーブはやっぱり入ってなくて、あ、そうなんですね、今回ね、デザートオークはね、スニーカーにも来たということなんですね。やっぱり、ダークオリーブに関してはおそらくあれじゃないですかね、13日のジューシーだけになりそうな気がしますよね。まあ、こういった公式写真が以前から出てきてたんで、はい、まあ、スニーカーズで売られるんじゃないかっていう話もあったんですけど、うんうん、ようやくね、2月の18日の朝9時から、はい、値段の方が、ね、14,300 円ということで来てましたね、はい。これちょっと狙っていこうなと思ってるんで。いや、いいですよね、これね。そうなんですよね。で、同じく、2月の18日にですね、以前から僕ら気になってたナイキとシューシーのコラボで、はい、まあ、スウェットパンツがちょっとね、欲しいなって言ってたんですけど、あ、そうそう、前から言ってたんですよ、ね、はい。グレーのタイプと今回ブラックのタイプで、僕ブラックのタイプがちょっと気になるなって言ってたんですけど、はいはい、このスラッシュポケットの部分にね、デザインが入ってるものなんですけど、うん、それがね、今回ね、着てましたね。12,000円ぐらいでしたかね。そうです。12,100円ですね。はい。なんで、2月の18日は、このスウェットパンツと、エアハラチに関してはちょっと狙っていこうなと思ってるんですけど、そうですね。その前にね、2月の13日に、シューシー .jp の方で、うん、おそらく抽選か何か来ると思うので、そうですね。まあ、そちらもまだ情報がね、分かれば、そうですね。はい。こちらもお伺いしたいなと思うんですけども、はい。はい。ちなみに、スウェットパンツどっちの色を狙います？僕、グレーの方が欲しいんですよね。あ、むずいグレーの方ですか、はい、はい。ちょっとおしっことかね、漏れちゃうと、ちょっとすぐバレちゃう。あ、そうですよね。ちょっとあれですよね。生地厚めのトランクスからの履かないとダメっていうね。まあ、そうなんです。そんな尿漏れとかもなかったんですけど、まあ僕は以前からちょっとブラックが欲しいなと思ったんですけど、はいはい、最近ね、パタゴニアスとパンツ買ってて、はい、それよく履いてるんで、ちょっとどうしようかなってもあるんですけどね、そんなにスウェットパンツ一泊上でも、しゃあないかなっていうのはあるんですけど、ちょっと気にはなりますけど、ね。そうですね。はい。はい、続きまして、はい、カーペットカンパニーとナイキ SB ダンクハイのコラボですね。はい、そうなんですよね、はい。兄弟二人がやってる、まあ、カーペットカンパニーっていうブランドがあるんですけど、ヘッドボードカルチャーと関係があるね、カーペットカンパニーなんですけど、はい、以前からナイキ SB ダンクのコラボで、2021年の初頭に発売するんじゃないかっていうことで、結構ね、サンプルのようなリークをこういった画像で見てもらってたんですけど、まあ、いわゆるね、まあ、ユーズド加工されたようなブルーの部分をね、はい、引きちぎってもらうと、黄色の、まあ、下地のカラーがあって、そこにちょっとだけアートワークが入っているデザインになっているんですけど、そうですね、はい、これ以前からしまして、これね、まだ、なんていうんですかね、サンプルの段階で、今後ちょっと最終調整で変わることがあるっていうような話もあったんですけど、ありましたね、はい、最新のね、リーク画像を見ると、なんかそれ、そうでもないなっていう感じで、ね。そうです。そのまま来ちゃったのかなって感じ、ね、そうなんですよね。なんかインスタグラムに上がってる、画像を見てもらいたいんですけど、うん、こんな形ね、以前と全然変わんないんですよ。そうです、ね。ただまあ、シューターの部分であったりとか、サイドソールの部分が、ちょっと黄色くなっているので、うん、まあ、なんですかね、まあ、日焼けした感じじゃないですけど、ちょっとヴィンテージ調になってるっていう部分も変わってはないんですよ、ね。そうですね。はい。で、その中、このね、カーペットカンパニーとナイキ SB ダンクのコラボなんですけど、うん、発売の日が3回あるみたいで、え、そうなんですか？はい。カーペットカンパニーの方で、まずね、2月の20日に売るらしくて、はい、その後、スケートボードショッパーじゃないですか。はい、まあ、日本だったら、そうですね、ジャック・オーシャンとかであったりとか、わかんないですけど、うん、まあ、2月の26日に、スケートボードショップの方で先行で売った後に、はい、3月2日に、スニーカーズで売るっていうふうにね、リーク来てるんですよ。ああ、そうなんですか、ね。はい。なんで、まあ、そのカーペットカンパニーの方で買うのは、まあ、送ってくれるかどうかわかんないんで、
どうなるかわかんないんですけど、もしね、日本のね、そのスケートボードショップの方で先行で売ることがあれば、2月の26日と3月の2日のスニーカーが合わせて2回ね、はい、狙えるかなと思ってるんで、ね、これ毎回欲しいって言ってるんで、はい、ぜひとも欲しいね、ナイキ3ダンクハイなんですけど、こちらの方はね、はい、今回アパレルもあるんじゃないかということで、はい、こういった形で、カーペットっていうところの下に SB って入ってるんですけど、これおそらくパーカーですかね。パーカーですね。はい。はい、まあこういったものがおそらく一緒に発売されると思うんですけど、うん、はい。まあこういったリークが出てきてましたね。はい。はい。まあ2月の26日にスケートボードショップので売られるのであれば、おそらく2月の、まあ1週間前として2月の19日あたりに、はい。何かね、しれっとそのね、抽選のメールが来たりとかするんじゃないですかね。そうですね。はい。ちょっとこれ楽しみなんで、うん、はい。おそらくね、スニーカーズの発売があるっていうことが3月の2日に、うん、まあこれあくまでリークなんですけど、この、カーペットカンパニーのナイキ SB ダンクのコラボに関して、おそらくね、公式写真出てくると思うんですよ。そうですね。なんで、それが出てきたら、まあ、スニーカーズあるかなっていうふうにちょっと思っていいかなと思うんですけど、はい。まだこの辺情報が分かれば。そうですね。はい。また動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。はい、続いてなんですけど、はい、ナイキエアジョーダンズンコンフォート、トロピカルツイストですね。そうなんですよね、はい。こういったカラーで、まあ、淡いね、パープルと、水色って言っていいんですかね、差し色で使われているような、うん、まあ、サイドパネルはホワイトになっているんですけど、はい、スエードとコットンを掛け合わせたような、こんなズームコンフォートが出るらしくて、はい、見てもらっているのは、これね、ナイキの公式写真なんで、はい、近日中にね、発売されるんじゃないかという来てましたね。うん、まあ、ズームコンフォートシリーズといえばね、今月ね、PSG の方がスニーカーの方に来てたんで、そうですね、ちょっとね、あれ狙うかどうかっていうのは、ちょっと、今ちょっと悩み中なんですけど、ね。はい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 。まあ、ズームコンフォートシリーズで、またこういった新しいカラーも出てきているんですけど、まあ、以前ご紹介したね、ホワイトグリーンもかっこいいなと思うんですけど、まあ、これもなんかね、これから暖かくなるような季節に使えそうな一足じゃないかなと思うんですけど、はい、またこの辺情報が分かれば、そうですね、はい、こちらも紹介したいと思うんですけど、はい。はい。あとですね、今日いよいよなんですけど、はい、トロフィールームとエアジョーダン1ハイオージンのコラボの、サイトの方で発売されるんじゃないかということで、はい、日本時間で言いますと0時から、ね。ああ、そうですね。はい。もう数時間ぐらいですよね。で、始まりました。結構ドキドキしてるんですけどね。はい。まあ、トロフィールームの方のページ見たんですけど、うん、全然そういうのは来てなかったです、ね。ああ、そうですか。はい。今回トロフィールームのページを見てて、ホームページの一番下に、動画があるんですよ、うん。で、動画を見てると、ジョーダンの息子であるマーカス・ジョーダンが出てたりするような動画があるんですけど、はい、その中にですね、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、日本のアーティストで、まあ、世界的に有名な、村上隆さんと一緒に写真といいますか、なんか、喋、はい、ってるね、動画があったりとかしてですね、はい、ちょっとこれ面白かったので、ちょっと見てたんですけど、うん、はい、でまあ、そんなトロフィールームなんですけど、はい、まあ、最初に、去年の11月11日のシングルズデーに、うん、何かジョーダンの、エアジョーダン汎用時で何か発売されるんじゃないかっていう情報があって、はい。で、もともとは、トップ3の 2.0 がね、うん、発売されるんじゃないかっていう話だったんですけど、うん、いや、そうじゃなくて、ジョーダンの息子、うん、まあ、次男であるマーカス・ジョーダンがやってる、うん、シカゴにあるスニーカーブティックであるトロフィールームとエアジョーダン汎用時のコラボが発売されるんじゃないかって話ができたんですけど、はい、オーランドに、旅行を予約してた、有名なスニーカーヘッズたちの間で、うん、そういったものが発売されるんじゃないかっていう噂があったんですけど、うん、それをね、ジョーダンの息子であるマーカス・ジョーダンがツイッターで、いや、今年出ないよっていうふうに否定したっていうのがあるんですよ。で、その後全然情報が出てきてなくて、持ってる方の動画でもだんだん増えていくと同時にですね、2月の10日に発売されそうな感じの話が出てきたんですよね。そうですね。その、ついてる付属のなんかね、カードみたいなところに2月の10日っていう数字があったんで、おそらくこの日だろうっていう話があったんですよ。で、最近になって、公式の方からですね、まあ、インスタの方なんですけど、まあ、2月の10日に抽選が始まるっていうのに、トロフィールームの方が言ってたんで、はい、それでね、今に至るっていう感じですよね。そうですね。はい。そこに対してですね、まあ、今晩ね、はい、サイトでの販売があるかなというところでチャレンジはするんですけども、そうなんですよ、はい、それ以外に実は、あ、情報がね、はい、できるんですよ。スニーカーズの方にも出てくるんじゃないかという話がね、はい、出てきてるんですよね。はい、この靴っていうのは、もともとね、リミテッドっていうか、まあ、限定数で、1万2000足なんですよね。はい。はい、で、まあ、いくつか、多分知り合いに配ってると思うんで、はい、まあ、マックスで1万2000足が今あるとは思わないんですけど、はい、そこは減ってると思うんですけど、ただね、今回、そのトロフィールームの、抽選で売る以外に、その1万2000足に含まれているストックのうち、234足だけね、ちょっと見てもらいますけど、はい、こんな形で、スニーカーズの方にもセットしてあるっていうふうにリークされてるんですよね。
234足だけですか。まあそうですね。でこれが、はい、おそらくこれ、日本のスニーカーズは関係ないと思うんですけど、はい、US のスニーカーズの方で限定オファーという形で、234足がですね、売られるんじゃないかっていう話なんですよね、これが。限定オファーなんですか。エスキューシブアクセスっていうふうに確か英語で書いてたんで、あ、そうですか。まあ、それも全部あくまでリークなんで、はいはいはい、ただ、まあ、簡単に言ってしまえば、スニーカーズの方に234足、まあ、渡してるじゃないですけど、っていうことらしいんですけど、これあくまでもリークなんですけど、単純3箇所が4箇所言ってたんで、そのことは。はい、日本には来なさそうですね。気がするんですけどね。まあ、そもそも数が少ないんでね、絶対わかんないんですけど。はい。で、まあ、本日の日本時間の、まあ、2月の11日の0時からですね、はい、僕ら一応ね、まあ、日本に送ってくれるかどうかわかんないんですけど、はい、お互い一応ね、その、転送のね、サービスの方の、登録はしてるんで、まあ、その住所の方を使って、うん、まあ、ちょっと挑戦してみようかなっていう感じですよね。そうですね。まあ、はい、ね、当たればね、ラッキーです、ね。あ、そうですね。まあ、今日のね、はい、0時から、実際にトロフィールームのサイトの方で、ね、オンラインチャレンジの方しようかなと思ってます、はい、また結果の方を、ね、そうですね。お伝えしようかなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご用意お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.